こんにちは、フィフィですえ。実は、韓国政府が以前、徴用工の被害者に日本が公式に謝罪したという内容を盛り込んだ意見書を国連に提出していました。で、その意見書を先月修正したと明らかにしました。まあ、つまり、日本が 徴用工について謝罪したという韓国側の誤りを韓国政府が訂正していたというんです。今年8月、韓国政府は国連人権理事会に徴用工に関する意見書を提出していました。そこには徴用工の被害者に日本政府が公式に謝罪したという内容が書かれていたことが分かって、でこれが議論になっていました。 韓国の報道官は、今回修正した意見書には、慰安婦と同じで徴用工問題に対しても、日本側に公式謝罪を要求する韓国の国内状況を客観的に反映した文言が含まれたと、こう言っているんです。 つまりここだけを見て解釈すれば韓国政府は日本はまだこれまで慰安婦の件もそして徴用工の件も一度も謝罪してないから、まあ、いずれ公式に謝罪する必要がある。 まあそれなのに8月に国連に提出した意見書には誤ってすでに日本が公式に謝罪したと書いてしまった。だからそこを修正したよと。まあそういった意味で受け取られるような説明を報道官はしていますが、これには裏があるんです。実は違うんです。日韓関係改善に動いている韓国政府は日本側を 不快にさせる間違った内容が国連に提出した意見書に含まれていたから訂正したんです。日本は確かにこれまで一度も 韓国側に謝罪はしていません。でもそれは日本が慰安婦の件で強制連行の事実はないし、徴用工の件でも強制労働の事実はないから謝罪をしていないんです。まあ、つまり日本側から徴用工の件で日本が公式に謝罪をしたというのは韓国の誤りなんですね。まあ、だからこの件について議論になっていたんです。 日本は罪を認めて公式に誤ったようなんて形にされたら日本にとっては侵害ですからね。日本が韓国で行われている慰安婦の裁判も、そして徴用工の裁判も参加はしていません。そもそも強制連行だったり、強制労働なんてそのような事実がない以上、韓国で行われる裁判に参加する必要がないからです。 先月の末にも慰安婦をめぐる控訴審で韓国のソウル高等裁判所が日本政府に賠償を命じる判決を言い渡しました。個人が他の国を相手に裁判で訴えること自体が主権免除の観点から国際法では違反です。ただ韓国という国はこうしたあり得ないことをやってのけて、もうさらにはとんでもない判決を出してしまう国なんです。 もう日本憎しの感情が優先しているから、司法がめちゃくちゃなんですね。でも最近韓国国内では、慰安婦の件に関しても、徴用工のことに関しても、その支援団体に対しては、え国民から冷ややかに見られています。えまず、 支援団体が弱者を利用したビジネスだからです。もうあまりに不正や問題が次から次に出てきて、支援団体は韓国国民から信用を失っています。正義を盾に国民からお金を巻き上げる嘘つきな団体といった見方をしている人が多いんです。 あとは、慰安婦問題や徴用工問題で、実は日本が強制連行や強制労働をさせたことはないという事実を、韓国の人々も薄々気づき始めているということなんです。 韓国の歴史認識こそが間違っているといった内容の反日種族主義という本は韓国の学者たちによって書かれたんですがこれが以前韓国国内でベストセラーにもなりました。あと赤い水曜日という本。こちらは慰安婦支援団体のデマと不正を暴いたものなんですがこちらも韓国の学者によって書かれて話題になりました。 韓国国民の中にも正しい歴史認識が広まりつつあるということなんです。もう何よりこれ以上、韓国の反日感情で日韓関係がこじれても韓国にとって良いことはないと理解している人たちがいるんです。今のユン・ソン・よル政権が日韓関係改善に動いているのはまさにその理由からなんです。 日韓関係がこじれにこじれまくって、ついには日本から経済支援が受けられなくなってしまったから、今焦って日本との関係の修復に動いているんです。韓国国民の中にも、もうこれ以上歴史問題で騒いで、日韓関係に水を差さないでほしいと思っている人が少なからずいます。特に韓国の経済界は敏感になっているでしょう。今月1日、 韓国南部のある町で、徴用工の像の設置に対して、設置許可が下りなかったというニュースもありました。徴用工の像を設置する市民団体の要望が受け入れられなかったんです。この団体は今年の5月から募金運動をして、公園に徴用工の労働者の像を設置しようと動いていました。でも、 住人からそのようなものを設置するなと反対の声が上がったんです。あと市の許可を得ずに無断で設置することもできないので、まあ、結局公園に設置することを断念したそうです。え住人は徴用工の像が反日感情を煽るし政治的なものを作らないでほしいということで反対していたそうです。 徴用工問題が歴史問題なんかじゃなくて政治的なもので政治利用されているものなんだと理解している韓国人がいるんですよね、まあ、ただ徴用工の像の設置のために集めた寄付は約420万円にもなったそうです韓国にはまだ日本が戦時中悪いことをしたと信じてこうした団体を支援する人たちもいるんです 長年にわたって反日思想がすり込まれているからです。まあ、ただ、いずれにしても、韓国経済のことを考える人からしたら、日韓関係をこれ以上悪化させる反日が、再び韓国国内で盛り上がってしまったら、溜まったもんじゃないと思っているでしょう。今回、韓国政府が国連に提出した資料の中に、 日本側を不快にさせる間違った内容が含まれていたことは、これ議論になっていましたから、韓国政府はとりあえずこれを修正した形です。国民の手前、韓国の歴史認識までは修正できなくても、韓国政府の精一杯の日本への誠意として間違った箇所を訂正したわけです。もう韓国はそもそも反日をやっている余裕なんてありません。 自分たちで経済の悪化を止められないし立て直すこともできないと分かりました日本の支援なしに韓国経済は潰れてしまいます韓国経済はこの先も1%から2%台の低い経済成長率が続くだろうと韓国の中央日報が報じています韓国は経済がまだ発展途上にあるので1%台の 低成長率はやばいんです。来年も韓国は低成長から抜け出せないという赤信号の見通しが相次いで出ていると韓国の中央日報が報じています。 高金利と低成長がニューノーマルとして定着する中で、さらには中国と北朝鮮に挟まれて、地政学的リスクが大きくなり、サプライチェーンが不安定化するだろうと、こう記事には書いてありました。えこの状況に積極的に韓国政府が対処しなければいけないと、専門家たちが訴えています。まあ、それは韓国政府が間違っても、 日本を悪い意味で刺激するようなことをしている場合ではありません。韓国経営者総協会が今月12日に明らかにしたところによると、韓国の経済専門家の7割以上が、韓国経済がこの先も長いスパンで1%から2%台の 低成長を維持するだろうと予想していたことが分かりました。これ大学の経済や経営学科の教授211人を対象に行ったアンケート調査の結果です。ただこうした経済の悪化を今の韓国は自分たちでうまく立て直すことができないんです。だから必死でユン・ソン・よル政権は日本にすり寄っているんですが、 何のために韓国が日本に媚びているのか、それを理解している韓国国民は多くありません。ユン・ソンニョル政権の支持率は低いままです。もう反日バリバリの韓国の最大野党、共に民主党の方が支持率が高いんです。韓国では来年に総選挙がありますが、このままだと反日政党の 共に民主党が多くの議席を取るかもしれません。12月13日には、与党国民の力の代表が突然代表を辞任したばかりです。党が直面した全ての状況に対する責任は私にあるとして、党の代表を辞任しました。就任からわずか9ヶ月だったんですが、半年後には総選挙が控えています。 今、韓国の与党内は大混乱しているそうです。もう経済そっちのけなんですね。まあそんな与野党で争っている中で、韓国経済はどんどん悪くなっています。さて、ここまでお話ししてきましたが、皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せください。そして、フィフィチャンネルの登録もお願いします。